サトシキリンパケア、私、歯医者なんですね。なぜ、リンパケアっていうものが、出てきたかっていうと、顎関節症の治療からになります。で、今回、非常に楽しみにしているのは、顎関節を触るだけで、お腹の硬いのが柔らかくなったり、足のむくみが取れたりします。それはなぜかというと、関節、顎を動かすっていうところから筋肉ができてるということです。口でパクって食べるところから筋肉ができて、それが、どんどん伸びてって尾びれになったり胸びれになったりっていう形で、筋肉が発達しているという形になります。で、さまざまな筋肉の過緊張っていうのは、ラインですね、だいたい屈筋ラインっていうんですけども、屈筋ラインからできています。その筋肉を緩めるっていうことで、体の不調がなくなるだけじゃなくって、圧倒的な力を出すことが、可能になります。私たち日本人が江戸以前に使っていた筋肉の使い方、これを再現することが可能となりました。圧倒的な力を我々が出すことが可能になってきます。それが、今回アメリカに行くのに非常に皆さんに発表するのが楽しみにしております。今後、どんどん皆さんに伝えていきたいと思いますので、ゴールズの皆さんと一緒にアメリカで広げていきたいと思いますので、皆さんぜひ日本人が中心になってですね、アメリカの医療そのものを救えるんじゃないかと思っておりますので、楽しみにしてください。